困ったことがあれば頼ってもらえる監督でありたいなとは思ってます。そこにレースがあるからやっていこうかと。監督になることによってチームがどう輝いているか、どちらかというと自分たちで考えて、要は考え方を教えてる感じですかね。やっぱりまずドライバーがすごく自信を持ってアタックできる車両にしていかなければいけないと。やっぱこうスーパー GT って僕大好きなんで、次の2号にですね大きな球を2つ込めますから。2021オートバックスーパー GT ラウンド3、藤巻グループ鈴鹿 GT300 キロレース GT500、 今グリーンシグナルスタート。